そうですね、最初に最初はあの本をまずいただいてというか読ませていただいてあの原作というか最初に図鑑の方を読ませていただいた時にこんな本があるのかと思いまず、うん、知らない世界だったんで単純にでもなんか結構なんだろうこういう,こう図鑑系だったりとかちっちゃい時から嫌いじゃなかったタイプなので、まあ、こうなるほどな勉強になるなみたいな思いながらも。 亀のページを見て <laughs> これを演じるのかとまたこれまでにない新しい役だなみたいな、うん、後にも先にも亀役ってないだろうなと思いながらも、うん、でもまあこんだけこうなんだろうまあ、選んでいただけることは常に嬉しいことですし、うんえー、なかなかさせていただけない経験をさせていただけるっていうことも役者としてはすごく嬉しいことなので精、うん、う精一杯演じさせていただきたいという気持ちで100%楽しみだなっていう気持ちで最初は。 あのお話をいただいた時は思いましたねそうですねあの最初マネージャーさんの方からあのシュールなものが来ましたって <laughs> 連絡が来てそれでル、まあ、を開いたら本当にシュールで <laughs> こんな動物の,、ね、その骨の仕組みを、まあ、人間にねスッとこう取り入れて、まあ、アニメーションにするって っていうまあもともと図鑑がありますけど、まあ、すごい面白い発想だなっていう目の付けどころが好きだしこれを、まあ、カエルガを僕は演じることになったんですけどあのなんかそれぞれのね動物の特徴を生かしたあ性格であったり、えー、まあ容姿もそうですけど、まあ、その学校生活の中であのあこういうことあるよねっていうあるあるがたくさん台本に詰まってたり、うん、あとはなんか結構 こう心に響くセリフがあったりしてあこれはなんかすごくあの自分自身まあ声の仕事は初めてですけどやってみたいなと思いましたね、うん、い,いやもう純粋に楽しかったですあのまあもちろん声のお仕事させていただくこともやっぱり普段はねなかなかさせていただけない経験なんであの新鮮で楽しいっていう部分もありつつ本当に磯村君とはあの。 もちろん個人的に好きな役者さんですし共演させていただきたいちゃんとこうがっつり一緒に掛け合いでを芝居させていただきたいって常々思っていたのでこういう機会であのそれが実現して「あまあ、亀とカエル」という役どころではありますけど <laughs>、うん、まあそれも他のの、ね、方とはなかなかできないセッションにはなったので、うんうん、それはすごく新鮮ないい時間を本当に過ごさせていただきましたので楽しかったです。 そうです、ね、まあやっぱりね普段は僕らセリフを、ね、こう体になじませてから現場行って肉体同士で芝居をするっていうことが、ね、役者は普通,普通のねあれ普段僕らやってることですけどやっぱこう既にあるアニメーションの、ね、口の動きとか表情にあの、ね、台本のセリフを当てていくっていうのは。 すごくあの難しいなと思いました。どこを見てればいいんだろうって、やっぱセリフもちゃんとこう見ていかなきゃいけないし。絵の動きも把握しないといけないし。ええー、ひろや君のそのセリフの。今したかも受けなければいけないんで。あ、これ本当頭すごい使うなってやってて思いましたね。うん、けど、あの本当ひろやくんと一緒にできたんで、すごく楽しい時間。でしたね。だから、あ、んまりなんか。そう、技術とかも僕もないんで、わかんないんで、とにかく。 このセッション楽ししめたたななと思って臨んででました、うん、そうですねなんかこうまあもちろんそのクラスの例えば、まあ、いわゆるスクールカーストっていうと、まあ、本人も作中でこう「六分なんて表現を使ったりしてまあいわゆるこう俗に言う陰家じゃないですけどっていう部分に分類されるキャラクターではありつつも <laughs> でもなんかこう「帰ガーという時とかは。 面白いおかしいことと言っったたりり突っ込んでみたりとかなんかいこう社に構えてる部分はこう世界に対してみたいな部分はあるんですけどただそのカエル側に対してのこう気持ちがこう溢れ出したりとかする瞬間だったりとかこう素直にカエル側に対しての思いだったりとかでもその不器用な部分があったりとかっていうのはすごくその別にカメだからとかも関係なく純粋にその学生の,あの10代の若者 ってていうのをこう照らし合わせてみた時はすごくリアルなあの人物というかリアルな感情を持ってるしリアルな環境で生きててすごくこうある意味まっすぐというかひねくれた部分を持ちつつもまっすぐだからこそそこ全てをこうちゃんと受け止められるキャラクターなんだなっていうのはふのは読んでて感じたのでまあ演じててももちろんですけどなのでこう読みながらも演じながらもどんどんそのキャラクターにも愛着も湧いていくし。 カエルガーと、だから初めて今日この掛け合いの部分を撮らせてもらったんですけどなんかやっぱりカエルガーとこう話してるからこそのカメダみたいなのが自分でも演じてても出てきてたんで一人でやっぱ撮った時とは違う表情というか自分の中でもこう出てくるテンションがやっぱり違ったのでなんかそういうのをこうやりながらまたより一層カメダっていうキャラクターにちょっと愛着が湧いてくるみたいな僕はすごく愛せるキャラクターだなっていうふうには思ってます。 そうですね蛙、まあ、川は非常にこうライトな性格で表金だなとまず思いましたね。うんとか何だろうね <laughs> 常にうん、まあ、中学生ではありますけどすごい小学生のような状態でずっと止まっている感覚っていうんですかそういう心を持っているなっていうふうに思いましたし、まあ、だけどその反面あのものすごく正義感の強いえ青年だなとも思ったので。 うーん,なんかそこのなんかうん、まあ、ギャップにとても僕は惹かれましたしうんこういう弟欲しいなってなんか思いましたね <laughs> はいこれ何か考えたんですけど <laughs> まあ好きな骨っていうか、まあ、気になってる骨好きな人の話してるみたいになってますけど<ー>気になってる人がいるみたいなんかくるぶしってあるじゃないですかお<ー>うこの骨お<ー>このボコって出てる丸い、うん、これってで 何なんですか。いや、俺もわかんないんだけど。ですよね。うん、左右出てるじゃないですか。出てるね。これって何なんだろうって。<laughs> 確かにね。っていうのもあって、だから、すご、だから、さっきその質問を見たときに。好きっていうか、気になってる骨はいるなみたいな。でも、手首のさ、ここもくるぶしみたいなことだよね。ね <laughs> 確かに、そうですね。<laughs> <も>出てますね。出てるところね。こ<う>ここあるもんね。なんか、こういうだから。 骨結構あるじゃないですかでも絶対に多分無駄ではないっていうのは分かってるんで、うん、人体として絶対にこう何か役割を担ってるわけだしっていうのはなんかすごい言われてみるとそういう骨いっぱいあるなみたいな思ってパッて浮かんだのがくるぐるしだったんですよね。ああこれ必要なのは分かるんですけどじゃあなんでこんなにボコって出てる必要があるのかっていうのも思ったし何だろう っていう意味ではすごいくるぶしのことをこうバーって考えてたら、うん、あもしかしたら俺はもうすでにくるぶしを好きなのかもしれないと思ってあーそう好きだねもうねすごい目がハートになってたもん <laughs> くるぶしの話恋してんのかもしれないと思って <laughs> んんなんでくるぶしですくる,くるぶしってまずくるぶしって名前なんですかねまあ一般的にでも、まあ、くるぶしって呼ぶもんね骨の名前もしかたらあるかもしれないですよね、うん、それもちょっとやっぱまだ俺くるぶしのこと全然知れてないなと思って<ー>これからじゃない ちょっとこの後調べますちゃんとな正式名称骨としての、うんそうですね <laughs> まあ確かにそうしいろいろありますよね気になるところまあでもなんか太い骨ってやっぱすごい僕魅力的だなと思うんでこのもも,もものここに入ってる一本大きなはい、はい、太いのあるじゃないですか骨こうまあなんだろう,こう動物とかのね牛とか豚の骨付き肉とか見ると、うん、すごい大きなね 骨,骨に肉がくっついてるじゃないですかそれがこう人間も同じようにあるんだなって考えるとそんな骨が自分の体に埋まってるってちょっとかっこいいなと思っちゃって <laughs> 俺の足俺の足俺の足めっちゃかっこいいじゃんってそうそうそうやっぱ骨って見れないじゃん見えないからなおさらですよねそ<う>気づくとよりうん 確かにって思います僕は、はい、まずこう入り口として多分題材だったりあの元の本だったりとしがあるのですごいこう小さいお子さんだったりとか、えー、例えばじゃあその小さいお子さんがその本を好きでってなったとしてもそのお子さんだけじゃなくて例えば親御さんだったりとかもすごく普通にこう何の訳けなしに子供がどんな本を読んでるんだろうと思って覗いてみても多分すごく勉強になるというか気づきがあったりとかする。 なので、なんかそういった入り口からこう興味を持っていただければあのそういう本で読んだ部分からも楽しみながら絵としても楽しみながらもちゃんとストーリーもしっかりあの手抜きではなく作り込まれたものになってるので面白おかしくクスッとできるところもあればあのちゃんとこうシリアスというか、うん、青春な青春ならではのこう甘酸っぱいというかグッとこう心がキュッとなる。 瞬間もすごく散ればめられててるるストーリーリになってるのでそういった瞬間にこうだからこういろんな要素があんまり交わることのない要素がこうハイブリッドされてるというか混ざってるのになかなかこう変わった作品というかなかなかこれまでにない作品にはなってると思うのでそういった意味ではこう今までの例えばなんだろう普通の青春アニメとかっていうくくりのものとかとは違う。 味があっていろんな楽しみ方ができるんじゃないのかなとも思いますしの入り口としてだからお子さんがそういうのが好きで見たいって言ってみてくださるたら今度は逆にそこが入り口で最初はもう面白おかしいいいって入り口ででいいと思うんですよ、うん、そっから入ってもらっていろんなこのストーリーを踏まえた上でお子さんたちにもたくさんこれから先、ね、まだ中学生になってない子のお子さんとかにも見ていただくとこれから先例えば人生において、うん、いろんなことが起きるしでそういう学びをこう 授けてくれるような瞬間もたくさんある作品になっていると思うので本当に家族ご家族で見に来られたりとかしていただけるとすごくいろんな楽しみ方もあると思いますしあのお家に帰ってからご家族で映画の話ができたりとかっていうふうな作品になっていると思うので本当にいろんな方々に劇場でご覧いただければ嬉しいなというふうに思ってます,そうです、ね、もう今、ひろくん全部言ってくれたんで大丈夫ですね。 えー、でもまあうんと確かにねこう動物の特徴を捉えたあ、まあ、骨の、ね、骨格をこう生かした人間になっているっていうところで、まあ、それぞれの,その動物の,、まあ、のいい能力っていうところをあの一個学ぶこともできるし。 うん,なんかそれでねそれを見てあ自分こういう能力欲しいなとかあの僕もジャンプすごい高く飛びたいとかってあの思ってくれたらそれはそれ一つの楽しみ方だと思いますし。 うーんまあ、何よりもねあのシュールな絵なんですけどとてもこう癖になっていくいつの間にかハマっているっていう風に僕はなったんでなんかそうなっていただけたら嬉しいなとも思ったりあとはまあちゃんと内容もねあの青春学園ものではありますけど笑えるところもあってでもなんか胸が苦しくなったりどこか、えー、自分の学生時代を思い出したりとかすることもあるんで、まあ、本当にあの老若男女を楽しんで、えー、いただけたらなと思ってます。 青春それは骨と骨のぶつかり合い,い何やってんだよかっこいいだろうなんか昨日の夜生み出しちゃった俺の友達は楽器になった <laughs> 君に生徒会副会長になってもらいたい <laughs> え、待って受ける君の力が必要なんだ俺の力…力これ…かっこいいワニ<わ><わ>ワシチャネル本音はこのアバラ骨にしまう神だうん、休みか俺らみたいな奴が一軍になることなんてありえないんだから悲劇のヒロイン撃ってんじゃねえよ助けなきゃいけない…奴がいるだろう。 好きなことだけ試したい選挙戦よろしく負けるわけにはいかないんだこれは葛藤と成長を描く王道青春あばら骨ムービーこの世界のものたちをぶっ壊しに来た亀の甲羅はあばら骨うわーあ腰痛。